これはちょっと行ってみようかね。ちょっと開けてね、ほんの5ミリほど開けて。ゴミぐるだけでね、今度は池行ってみましょう。池、太鼓橋見に東浦入ってくるけど、ここね、紅葉が真っ盛りでございます。あれ、これ左やったっけ、左やな。朝の温度が今9度だったかな、9度でございます。随分寒暖差が出てきましたんでね、紅葉もだいぶ進んでますよ。ね、こちらで行って、はい、そうね。これでどうも、おはようございます。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 ちょっとね、よく行くからね、邪魔になるんで。池は紅葉で綺麗になってるかね。こんな紅葉あったっけ。え、初めてないんやけど、全然覚えてないやな。あったんやろな。はい、紅葉でございます。ああ、そっか、桜とかいろいろも散ったんやな。あらあら、ちょっと遅かったか。ちょっと遅かったですね。ちょっと遅くなりました。山の方は紅葉がずっとね、上に上がってますから。黄色と赤とね、ピンクとか見えんな。まあ、いろんなカラーが見えるね、今。はい、これタイプは始まります。ちょっと上がってみましょうかね。この池の声はどうや、見ますかね。見当たらんね。もう冬眠しましたか、池の声さんは。見当たりませんが、全く見当たりませんね。右も左も。ちょっと寒くなったらね、活動がね、鈍くなるんやけど。お、はい、こんなんでございます。今日日曜日だから、だいぶお客さん多いぞ。はい、これ桜がね、全部もう散ってしまってますわ、桜の葉っぱが。もうちょっと早くなれなかったな。桜の葉っぱも紅葉綺麗ですけどね、温度差があるとね。温度差がないと全然葉っぱが色つく前に、ね、落葉してしまいますからね。朝日に浴びてなかなか綺麗ですね、これ。はい、やっぱりもみじ、それから一応そう一緒になるところなんか綺麗やけどね。先々週ぐらいまでよくね、天理市内を読まったね。綺麗かったやつは街路樹がね。今どうやらもう一応もう葉っぱをそろそろね、落葉始まるかもしれないね。温度が10度ぐらいだったらね、歩いてもね気持ちいいですけどね。あ、これがカエデか。あの明るさがね、赤がね、やっぱり今1個やけどね、これ温度差が少ないんだね。これ温度差が
10度15度ぐらい何日か続くとものすごいすごい赤になるんだけどね、なんか赤だけどね、なんか色がもう一つやけどね、どういったやろかな、赤やけど朱が足らんじゅうかな、朱色が朱赤かね。いや決して悪いことないよ、ね、こちらも今からまだね、はい、あそこは命よけでございますか、命よけでございましたね。はい、こんなんでございました。